가르 비트가 있네. 뭐 이걸 하냐면 어떻게 하는데? そうですね。私も狙いがないかな。でもなんかもう困っちゃうのかなっていう。そうなんか。いや怖い怖いことやってくるなと思って。いやなんか落ち着いた手ありましたかね。いやでもまあやれてないんだよねこれね。そうですね。うん、でないからそっか。それこれも取っちゃう方が取って取って取ってな金的に取っていくの。いや3人ですかで角できて怖いよね。いやそれやるんだったですかね。いやちょっとそのなんかそれだったらちょっと実践的にちょっとそうだこれわかんないけどね。向こうも怖いけどねこれ見せるとちぎって受けてるんだよね。適当な感じになってる。ここを受ければ結構硬いですかね。そうだよね。だから3、4振って打たないといけないもんね。で、取って桂打ち込んでどうかなとか考えたけど負けちゃうんだね。いやでもそれは勝つ筋もなくもないと思ったんだから。いやちょっとここよくわかんない。3、4振どうしちゃうの。どうしちゃう。どうしちゃうのか。あ、同飛車か。あ、同飛車は苦しいですね。あ、同飛車ね。いや、全然見えなかった。そっか、同飛車あるのか。同飛車あるんじゃまずいですね。そっか、同飛車か。同飛車で見てもらったらいいのか。あれ？そっか、同飛車は苦しいですね。飛車引きは突っ込んでくるのかね。それで桂馬打ち込むのか。飛車引きはどこ取って封じるの。でもそのままちょっと変な感じだよね。それは飛車引きで取って同桂同飛車成で桂ですか。で、同金。同金と封じる3人で飛車を回ったりするんだけどちょっと負けそうだよね。いや、まあ、角の筋があるからそっか。なんか難しいね。むしろ取って受けられた時に桂取りはどうするのって感じだけどね。まあ飛車引きも取って受けるってことですか。なんか向こうさえないかもけどもここで桂馬は逃げ同金ですか。同金ブロフで取られた時にバラして取るのか。ここで桂打つってあるのか。ありそうですね。最後バラしてと思って、バラすっていうかそこ一個ふんわ、ふんわ入ります。ふんわどうにかって、ふんわ行くしかないか。なんか危ないですか。引いたら強打つの。引いて強打たせるのも、まあ取って同銀みたいなのもあるかなと思って。一回決めるのかな。一回決めるんですか。いやーなんか、いやこれちょっとあんまり。痛くなかったですね。急な歩って歩なんですか。おお。で、なら強者が歩で取って取って取って取で、最後に一緒に対する。やっぱり取って取るしかないですか。でなんかの気化してる感はあるね。取るしかないですか。なんか攻めこっちに慣れちゃう。飛車回りが効くかどうかですか。そうか飛車回れるか。飛車回りはいいかな。これでもなかなかこうもうなんかもう目つぶって取るしかないですか、でもこれもやっぱ受けなきゃいけない。さすがに取ったら負けちゃいますか。取ったら角ダブルでなんかこれ取る。いやでもなんかそれじゃ負けそうかな。そうですね。で受けるのこれはさすがにちょっとぐらい良しになってないですかね。
少しぐらい。いや確かに、まあ、そんな気がします。まあそうですね、取り込んじゃって、取り込んじゃってですか。いや、確率が好きなんだな、取り込んじゃってか。いやでもちょっとわかんないですけど、でもちょっとそうだね、これはやっぱこうなりますよね。7金の時に居場所4三じゃ変だよね。写真がなくなればなんか歩取れちゃってもいいですかね。ああ、そうなんですね。いや、嫌でしたよ。いや、こっちだったんですかね。なんか本譜より金上がる方に読んだり、ここは開けないとダメだったんですかね。そうですね、嫌でしたね。でも、そのままでね、コツとしてはまあ結局交換できるんだろうな。絶対と言えないですよね。ちょっと、いや、どっちがなんだったのか、なんか下引きも落ち着いてるのかなと思っちゃったんですけど。いや、実際でもそうね、これで何写真が多いのかですね。いや、でも、なるほどだったですね。いや、98強打つとこで何か、いや、4六同歩でしたか。ああ。強者を打たない方がいいんだろうね。強者打ってから、強者打つと、はどこですかね。単強ですよね。まあ、歩だと桂ですか、ね、で、銀上がっていって。いやー。それで、いや、わかんないですけど、なんかまあ、いや、本当に。いや、でもなんか、いや、それで、ぶったらし、8八桂とかあるから、まあ、気をつけないといけない。とか。ああ、そうですね。一応あるから、ね。ただ、強者打ったのがいいよね。いや、ちょっと本譜で手を出しされて、まあ、ちょっと、でも取るんでしょうかね。そうそうそう、取られて何射していいか。これはね、なんか、まず初手が分からなかったね。手が、そうなんだ、まあ、そうなんですよ。取られた時ね、どう指すのか。いや、なんかそうですね、本譜は損しちゃったような感じだったんですけど、まあ、ツンツンでの強強はちょっと考えてたんですけども、ああ、そうなってくる。いや、でもちょっとあの銀取るの、でも7歩打たれた時にあんまり、でもここに引くのか、っていうのがよくわかんないけど、ちょっとね、こいつとちょっと味悪いですかね。違うって感じですよね。これじゃないね。いや、なんかまあそこの強なら仕方ないかな。いや、今度はそう、強者そう、まあ急にとかで、あ、こうしたね、回した、そうそう、そう回す筋にしたら玉上ですかね。歩ですか。あ、それでこうしたとかなのかなと思ってたんですけど、ね、まあ、これは入れない方がいいけどね、これ関係ないもんね、これ。あ、でもこれとかちょっとかもしれない。そう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 、でもこっちの突きもしないんですかね、強者は。あ、いや、だったらさっき強者って記録打たせた。あ、いや、そうです。でもちょっとね、それはまた違う。強者の歩もあるからね、ちょっと強者の分からなかったね。9五歩か9六歩か、そうか、これでね、そうか、でも垂らすと強逆に先着されちゃうんだよね。強者で、まあでも、まあ、強者で玉ですね。いや、4六の歩だったですね。そう、まあ一応歩って突くっていう、まあ、そういう手もあるまあそういう、こうローカルになってても、どうかなという感じが、まあ、ちょっと変だけどね。そうですね。垂らすと9五ですね。でもなってたらして、まあ、桂
い。で、あ、そうか、不安なくなっちゃうのか。うん。不安なくなっちゃうんですね。なんだ、単に引くの難しいね。急な風急5分か。いや、難しいですね。急な風急5分って、もうこのそういう格好だね。そもそもこれ結構すごい格好だ、ね、そうなんですよ。入力符は98となってね。これマスト手8号符あー、そんな手間かもあるなと思ってたんですよ、うん、そうです。あ、しかし、うん、玉あ、玉角引いて、いやでも取れるか今。なるほど、そんな手あるのか。でも取って9にならないときに作って形状の86取られる86。そうですね、いやこれはちょっと構わせてしちゃダメだ。そっか、うん、いや分かんなかったですね。いや難しいですよ。なんだ、何指していいか分かんない。こっちに本当に今日はダメですか。いや、強打って、あ、そっかそっか、強打ってから垂らしてね、垂らして、まあまあ、欲張らなければこれでね。あ、ちょっと一歩もらいたかったかな、さっきの91強打って。うん、まあ一歩渡しててどうかっていうか、なんかちょっと変な気持ちになっちゃったですね。ここら辺がちょっとよくわかんなくて。いやでも9式を打ってからだと4六は入らない。あ、そうですね、入れないかもしれない。多分届かないですね。いやだから難しかったですね。そうだから、そっか、で9六香打って垂らして飛車引くの難しい、指しにくい手ですよね。でも、まあ、でも結構飛車はきついからね。香で乗って歩打って、うん、でなんか、いや、あそこに触るんじゃないか。でも桂馬もなんかやまずそうな感じ。ちょっと結構きついですもんね。あ、そうですね、それはきついですね。うん、9六香ね、ちょっと打ちたくなかったですね。9二から打っちゃうね、実戦だったら9二から打ちますよ。そしてそっか、9七に9五歩がちょっと見えにくいっていうのはね。それでなんか金とか金とかじゃちょっとなんか、あ、いやでも早逃げされて分かんない。でこう9七歩ってすごくいかなきゃいけないもんね。9七歩打ちはちょっとしなかったですよ。これ同香なりはやだもんね、この打たされてね。9七歩じゃ重いよね。重いけどしょう、いや重いんだよ、強者の対象がね。あ、そうそう、これはダメじゃん、早逃げされて。そうか、だから4六歩ですね。うん、そうですね、だから触り方がすごく難しいですね。同歩ならと思ってたんだけどね。本当はでも歩って歩はダメ。歩で今下だけサボるから。そうか、そういう手まである。まあそういう、でも最終的には考えてました。まあしょうがないから。